はい、どうも、ウズです。今回は、新しいキャノンのレンズ、先日発表されたレンズが4本、そしてエクステンダーが2つあったんですけれども、それらの話をちょっと簡潔にまとめてお話していきたいと思います。まあ、キャノンのね、EOS R5、R6 の話題も、非常に盛り上がってた感じですが、盛り上がってたよね。なんですけども、まあ、ボディだけじゃなくてね、レンズのところも注目したいポイントがいくつかありますので、そのあたりを、ちょっとわかりやすくお話しできればと思います。じゃあ、まず最初に、やはり目玉のレンズというと、RF100、500の、F4.5、7.1、LIS、USM。このレンズですね。で、発売予定のが2020年9月下旬となってまして、キャノンの参考価格という形では、33万5千円税別となっている高級なレンズになります。まあ、白レンズですからね。まあ、特徴としては、キャノンの EF レンズで人気のレンズ。100-400mm の F4.5、5.6 のレンズと変わらない、いやむしろそれ以上の高画質を実現できるレンズとなっています。それでいて、さらに 100mm 伸ばした 500mm まで対応。そして手ブレ補正もしっかり5段分入ってますので、500mm 使用時でも安心した手ブレ補正の効果を得ることができます。で、外装部のその塗装に関しても、今私がこれ持ってるのが、キャノンの新しい RF70-200mm レンズなんですけれども、こちらと同じような熱をね、こう逃がしてくれるような塗装をされてますので、暑い日差しの中、長時間撮影される方なんかも有効に使えるようなコーティングがされてます。で、EF マウントの従来レンズと比べると、1570g から 1370g ということで 200g の軽量化も果たされています。そういったところでもコンパクト化、軽量化が図られていて、とても使い勝手が良さそうなレンズになってます。まあ、このレンズはね、実際欲しくなるよ。ちょっとね、価格があれですけど。EOS R6 本体が買えますけど。まあでもね、やっぱり、キャノンのね、カメラファンの方の中には、その望遠ズームレンズとしては、かなり人気のあるレンズなので、もともとの EF100-400mm レンズが本当人気があるレンズなので、まあこれもね、売れるんですよ。売れるレンズですよ。まあまあいいですよね。いいレンズです。で、あとこのレンズに関してはキャノンの公式でも言っていましたが、接写、近づいての撮影がかなり有効に活かせるレンズになってます。100mm の画角で寄った時には最短撮影距離が90センチ、最大撮影倍率 0.12 倍、そして 500mm を使った場合、最短撮影距離が 1.2 メートル、そして 0.33 倍の倍率。ということで、かなり望遠レンズなんですけども、被写体に寄った撮影ができるというところで、まあ花とか、そのピンポイントで捉えるような方ですよね。あと水辺とか、水が滴り落ちてるようなところを寄って撮りたいっていう方は、そういった場面でも有効に使えるレンズ。近づけるっていうのはいいですよね。私使ってるこの70-200も、EF レンズより全然寄れるようになって、確か70センチだったかな、まで寄ることができるので、かなり面白い撮影ができるんですけど、こういったところの魅力も、なかなかね、伝わりにくいところがあるんですけど、ぜひ購入された方はいろいろ味わってみてください。まあ、あとこのレンズに関しては 500mm の画角にした時に F 値が 7.1 になってしまうってところで、ちょっと暗いんじゃないかって、ちょっとね、ネガティブに考えられちゃう方もいるかもしれませんが、まあ、ただ、500mm のね、望遠を使っていての 7.1 なので、まあ、昔の考え方的に思うほど、その暗いところに弱いレンズでもないわけですよね。手ブレ補正もレベルが上がってるし、高感度撮影、今のカメラ、ミラーレスカメラは強いので、そういったところを合わせれば、F7.1 でも十分、500mm の画角で撮りやすいレンズになってると思います。で、一つ、ちょっと使う前にね、注意点があるんですけれども、この100、500レンズに関して、エクステンダーがね、発売されるので、それを合わせて使おうって方もたくさんいらっしゃると思います。その時に気をつけなきゃいけないのが、この新しいエクステンダー、RF の一部レンズに使えるエクステンダーなんですが、RF100-500mm レンズの場合は 300mm のところから利用できます。まあ、ちょっとね、本物がこの場にないから難しいんですけど、キャノンの RF マウントってこのね、後ろ玉、レンズが、すごいマウント部分に近い場所に作られています。そのために、エクステンダーをつけた時に、レンズがね、干渉しちゃうから、伸ばさないといけないんですよね。ちょっとゆとりを持たなきゃいけない。ということで、100-500mm レンズは、ちょっと伸ばし、筒を伸ばした状態。300から使えるので、実質、エクステンダー2倍を使った場合、600mm から 1000mm っていう画角になります。利用できる範囲が。
まあ、でもまあでもね、エクステンダー使いたいって方は距離伸ばしたいわけですから、すごくね、いい魅力ですよね。で、1.4 倍のエクステンダーを使うと、420ミリから700ミリの画角が対応できます。その時の F 値なんですけども、もちろんちょっと暗くなるんですが、ここも先ほど言ったように高感度撮影、そして手ブレ補正の性能を活かして、まあ、うまく撮っていただければなと思います。だって最大1000ミリの望遠で F 値14なんですよ。まあ、結構いいんじゃないかなって。まあね、どんな感じか使ってみないとわかんないけど。まあでも、キャノンのね、今回のこの望遠レンズ使うなら、エクステンダーを味わってみたいですね。はい、で次は合わせていきます。単焦点レンズの 600mm と 800mm。これもとても魅力的なレンズなんですが、まずこのレンズは何に使うんだろうと思われる方が多いと思います。そこで、ターゲット、キャノンが考えているこの2つの望遠レンズのターゲットなんですが、野鳥、野生動物、風景、鉄道、飛行機、スポーツ、といったようなカテゴリーの写真を撮られる方に向いているレンズ。で、メリット、デメリットがはっきりしているレンズなんですね。この600と 800mm レンズ。まずメリットの方なんですが、超望遠レンズなのに軽量設計。とても軽いです。そして価格もお手頃。キャノンの望遠の単焦点レンズっていうと、今までね、うん十万、うん百万っていう世界なんですよ。もう一般的な人は、よほどね、なんか資産家とかお金を回せてる人じゃないと買えないレベルの金額。ところが今回の超望遠単焦点レンズは10万円未満、10万円ちょっとという価格ですので、まあ、手が出しやすい価格になっている。これが最大の魅力じゃないでしょうか。で、デメリット部分。ここはね、まあ、そんなネガティブに捉えなくてもいいと思うんですけど、オートフォーカス即挙可能範囲というのがかなり狭まります。撮像面の横が 40%。縦が 60% という範囲にちっちゃくなるので、その中からピント位置をね、即挙点を決める形になるんですけれども、まあ、超望遠レンズ使う方って、ほとんど中央寄りにピントを合わせるはずなので、この辺はそんなネガティブに捉えることはないかなと思います。で、暗い室内、あと環境下では、オートフォーカスが合いにくくなる可能性がある。合いにくくなる可能性があるというか、合いにくくなります、間違いなく。これは別にこのレンズに限らずなんですが、望遠レンズ、望遠がね、強くなればなるほど、ピントってね、合いにくくなりますので。まあまあ、でもそれがね、ちょっとこの単焦点レンズに関しては、ちょっと顕著に出る可能性があります。あとは同じような形で、低コントラストな被写体にピントが合いにくくなる。まあ、オートフォーカスがちょっと弱くなっちゃうってのはしょうがないと思います。まあでも、軽量化されてるおかげで、手持ち撮影で超望遠が味わえるっていうのは、これはね、ちょっと試してみたい人多いんじゃないかなと思います。私もね、使ってみたいです。800mm ちょっと使ってみたいね。で、低価格で軽量モデルなので、まあ、ちょっと安物っぽく感じられる方もいるかもしれないんですが、まあ、実物見たらね、そんな、もう全然ね、拭えてしまうんですけど、外装からしっかり作られていますし、中のレンズに関しても DO レンズをしっかり採用してます。で、この DO レンズというのが、キャノンのね、資料に書いてあるんですけれども、ホタル石レンズ、まあ、形跡っていうのかな。まあ、どっちでも読み方はいいって言ってたような気がするんですけど、それや UD レンズを上回る色収差補正能力、そして非球面の光学特性というのを持ち合わせているレンズなので、この DO レンズを採用している効果がしっかりこの超望遠レンズに生かされている形になります。で、それぞれのレンズの手ブレ補正性能なんですけれども、600mm の方が5段分、そして 800mm は4段分の手ブレ補正効果を持ってます。ただ、この手ブレ補正に関してはちょっと注意点があるんですが、今紹介している 600mm、800mm は EOS R5、あと R6 の中に内蔵されるボディ内手ブレ補正との協調 IS には対応してませんので、そこのところはご注意ください。やったぜ、新しい超望遠レンズ手に入れたぜ。これで EOS R5 と組み合わせて何段分補正になるんだみたいなことはないので、レンズ単体での手ブレ補正でお使いください。結構やっちゃうよね。意外とそのあたりがね、わかんなくて、私もね、よく調べなかったらそういうことあったと思うんですけど、やったこれで EOS R5 と 800mm のレンズで協調 IS 使えるぜ、完璧じゃねん手ブレ補正みたいな思っちゃうかもしれないんですけど、まあ、そんな甘くはないですね。はい、そんな2つのレンズですけれども、発売予定の方が7月下旬。結構早いね、間もなく登場。で、それぞれのキャノンの参考価格。600mm が8万8000円税別。800mm の方が11万3000円税別という価格で設定されております。だから思ってたより安いって感じられる方いるんじゃないですかね。私もね、安いって言っちゃ妻に怒られるけど、安く感じます。はい、続けていきましょう。RF85mm、
F2 マクロ ISSTM、こちらが発売予定の方は2020年10月下旬となってますので、今回紹介されたレンズの中では一番最後になります。で、価格の方が参考価格76,000円税別となってますので、このレンズに関しては高い安い両方のちょっとねご意見があったみたいですけども、私としてはまあまあ程よい価格じゃないかなと思います。特徴としてはポートレート撮影でも有効に使える F2.0 の明るい中望遠レンズ、そして最大撮影倍率が 0.5 倍、ハーフマクロと呼ばれるマクロ撮影が行えます。まあ、ただちょっとこの 0.5 倍でねがっくりきた人もいたみたいなんですけど、まあポートレートにもマクロにも使えるっていうハイブリッド的な考えで言えば、なかなか素晴らしい考えのレンズなんじゃないかなと私は思いました。で、このレンズに関してはキヤノンの新しい強調 IS 対応してますので、EOS R5、R6 で使った場合は最大で8段分の手ブレ補正効果を得られます。これがこのレンズは一番魅力なんじゃないですかね。もうポートレートをするにしてもマクロを撮るにしても8段分の手ブレ補正効果が得られるっていうのはなかなかね面白いシャッタースピードを使えるんじゃないでしょうか。で、キヤノンとしては画質、これに関して EF85mmF1.4 ISUSM というレンズが EF レンズにあるんですが、それに迫る高画質というのを謳っております。でですね、このレンズに関しての商品コンセプトをちょっと抜粋しますけれども、フルサイズカメラで使うならばこその美しいボケが得られるレンズで、強力な手ブレ補正で失敗の少ない写真が撮りやすいというのがメリットで上がってます。初心者向けの方のねちょっとおすすめで、でプロフェッショナルな方にもおすすめっていう項目があって、その中もちょっとピックアップすると、ウェディングのスナップなどズームと合わせて雰囲気のあるカットを撮影できます。まあ、寄ってもいいし離れてもいいしっていうレンズです。まあ、それなのでハーフマクロ使って今までにないちょっと面白いウェディング写真なんか、あとは商品撮影写真なんかを撮ることができますので、プロフェッショナルな方にもおすすめというレンズになっているそうです。この 85mm のマクロはねちょっと私悩んでるんですよね。いいなと思って望遠行くかこのマクロにするかってちょっとね私は悩んでるところがあります。両方行けよっていう話になるかもしれませんけどね、その1本ですらまあどうするかっていう金銭的な問題が。で、こちらのレンズも先ほど紹介した UD レンズを採用してますので、まあそういったところで、コストパフォーマンスを下げながらも高品質っていうところを実現できてるんですね。ちなみに先ほど手ブレ補正で最大8段分の効果が得られるって言った、R5、R6 との組み合わせなんですが、これは強調 IS というものを使ったからなんですけれども、仮に私が持ってる EOS R を使いたい場合、レンズ単体のイメージスタビライザーを使う形で最大5段分の手ブレ補正となります。ただ5段分といっても計算上2分の1秒の手ブレ補正を補正できることになっているので、かなり効果は高いと思います。はい。で、最後に RF 専用エクステンダー、こちらの話ですが 1.4 倍、2倍と2種類出るんですけれども、まあ、それぞれ発売予定が2020年7月下旬となっております。で、参考価格の方が 1.4 倍の方が63,000円税別で、2倍の方が75,000円税別となってますので、エクステンダーが必要な方、まあ、必ずねいらっしゃると思うんですけど、まあ、今のところ RF100-500mm レンズ、そして RF の単焦点 600-800mm のレンズに対応するという形になってますので、これらのレンズをご購入考えられている方はエクステンダーの方も一緒に検討してはいかがでしょうか。はい、といったような形で、まあ、結構ね簡単に言うって言ったけど長い話になっちゃったね。まあでもね、正直なところキヤノンユーザーとしては今ある RF レンズにもつけて使えるエクステンダーっていうのが欲しいところなんですが、まあ、今のところちょっとね難しいんでしょうね。まあそのねミラーレスの構造上、はい、なんでそのあたりはまあどうなるかなっていうところで今回の話は終わりにしたいと思います。今回の話が役に立った、良かったよって思っていただける方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。今回の話はここまで。ではまた別の動画で。バイバイ。まあでも今回の発表でみんながね、多くの方がちょっと残念に思ったのはきっと 50mm の F1.8 のレンズ、RF の。これがね、全然話に出なかったのは寂しかったですね。私も寂しかったです。ね、ネットの噂ではね上がってたけどね、キヤノンの公式発表では一切触れられることがなかったですね。いやーほんとこれ年内出てほしいけど、まあでも今回の発表で言われなかったっていうことは2020年内には出ないってことなんでしょうね。2021年期待ですね。